ケンタッキーダービーはアメリカクラシック3冠の第一冠としてケンタッキー州ルイビルにあるチャーチルダウンズ競馬場で行われる競馬の競争である。アメリカ合衆国の競馬における三歳母馬の最大目標でアメリカの数ある競争としても最高峰のイベントとされブリーダーズカップなどをしのぐ視聴率や観客動員数を保っている。 競馬界のみならずスポーツイベントとしても、アメリカ国内で非常に知名度が高いもので、競争時間からスポーツの中で最も偉大な2分間などと、形容される。また優勝場には、バラの霊がかけられることから、ランフォーザ・ローゼスの通称も持つ。アメリカ合衆国の競馬における、ダービー相当の競争で、例年5月最初の土曜日に行われる。開催の前日には、 同じく3歳品馬の最高峰競争にあたるケンタッキーオークスが行われる。アメリカクラシック3冠の第1戦にあたり同競争の2週間後に第2戦のプリークネスステークスが行われる。馬場条件はダート、距離は10波論で行われる。出走条件は3歳限定だが英国ダービーと違い馬の出走も可能である。出走可能頭数は20頭。 ケンタッキーダービーは、アメリカ競馬、およびチャーチルダウンズ競馬場のある、ルイビルにおける最大のイベントであり、ケンタッキーダービーの行われる時期には2週間をかけた、ケンタッキーダービーフェスティバルが、ルイビルでも用されている。また、観戦の際にも伝統があり、出走馬の本馬場,場入場の際には、ミントジュレップを飲みルイビル大学のマーチングバンドの演奏のもとケンタッキーの我が家を観客全員で、 歌うのが習わしとなっている。2006年以降は、ヤムブランドがメインスポンサーとなっており、対外的な故障を、ケンタッキーダービープレゼンテッドバイヤムブランズとしていた。2018年からは、ウッドフォードリザーブがメインスポンサーとなり、対外的な故障、ケンタッキーダービープレゼンテッドバイウッドフォードリザーブとなった。2013年から、 ケンタッキーダービーに向かうまでの主な競争にロードとザ・ケンタッキーダービーのポイントが設定され、プレップシーズン、チャンピオンシップシリーズ前半、チャンピオンシップシリーズ後半、最終戦のワイルドカードの各競争で獲得したポイント上位順に出走権が与えられることになっている。また2009年にのみ存在した、ケンタッキーダービーチャレンジステークスには、優先出走権が与えられていた。 2016年、ラニが UAE ダービーを制し、日本馬として初めてアメリカクラシック三冠競争のすべてのレースを走った。特にベルモントステークスでは3着に構想するなど、ラニの挑戦は日本でも注目を集めた。これを受け、チャーチルダウンズ社は日本馬に向けたケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズであるジャパンドードトゥーザ・コンタッキーダービーを創設。 日本馬が国内のレースだけで出走権を得ることが可能になった。プレップシーズンチャンピオンシップシリーズ日本出展、試行初年の2016年は、ラニが出走したカトレア賞、2017年、ヒアシンスステークスの2レースを対象として開催。2017年から全日本2歳、優秀、2018年から2019年、副料ステークスが追加され、 現在の4競争で争われる形態となった。なお、カトレア賞は2020年より、オープン特別に昇格し、カトレアステークスとして施行される。ケンタッキーダービーの施行が延期された2020年に、限り、ユニコーンステークスとジャパンダートダービーの2レースが、ジャパンロードトゥーザ・コンタッキー、ダービーシリーズ構成競争に指定されている。いずれもポイントは40から16から8から4で、 割り振られる。ヨーロッパ出展、ケンタッキーダービーの創設は1875年で、当時のチャーチルダウンズ競馬場運営者のメリウェザー、ルイス・クラークによって、イギリスのダービーステークスやフランスのパリ大商店を模範として創設された。第1回は15等立てで行われ1万人の観客が駆けつけたという。創設当時は、本場のダービーステークスと同じく1マイル1。 ににで行われれており後の年に現在と同じ1マイル1に改定されたアメリカ合衆国では戦争や賭博に対する禁止措置などから開催中止に追い込まれた競争がよく存在するが、ケンタッキーダービーは現在まで一度も中断されたことのない数少ない競争である。また、分割競争なども行われたことがない。 創設当時から大競争として名のあるものであったわけではなく、大馬種のサミュエル・ドイル・リドルや、ジェームズ・ロバート・キーンなどは、ケンタッキー州までの輸送を嫌って、積極的に出走させなかったくらいであった。しかし20世紀初頭からの関係者の尽力により1930年当時には、すでに大きな権威とされるようになり、ギャラント・フォックスに対する三冠の称号とともに、 ケンタッキーダービーの権威は高く定義づけられるものとなった。リドルもその後、ウォーアドミラルを出走させている。以下は同競争における主な年表である。各界競争結果の出展。ありがとうございます。